日頃の感謝を込めて、シンボとミスさんの愛のプレゼント企画。はい、ってことでね。はい。ほんま、なんすかこれ。我々まあまあなあれですよ、まあまあな年齢がそろそろ来てますよ、はい、結構来てますけど、何がああいうプレゼントかってよ。それはそうと、えあのそれはそうと、おそう、それはそうと、何ですか、あの、はい、日産 TV といえば、はい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 、プレゼント企画が人気じゃないですか、はい、確かにね、はい、あのまあまあ大盤振る舞いっていう噂がね、はい、あの Google で調べたら、はい、プレゼント企画といえば前澤さんか西さんかみたいな。そうですね。そんなことになってる、うん、そうそうそう、うん、そんなこと言う、そんなこと言う、それの、あの、はい、今回その動画なんですけど、あ、そうですか、はい、そうなんですよね、はい、まあ、久々にですねちょっとプレゼント企画を、はい、うん、行っていきましょうということで、はい、今回もですねかなり気合を入れて、はい、私バイトに行ってねプレゼント企画のプレゼントを買うためにね。めっちゃ大変じゃないですか。うん、でも仕事終わってからも深夜バイト行って。あ、そうだったんですね。うん、そう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 なんですよ。お疲れ様です。はい。で、あのプレゼント買ってきました、ね。はい。はい。まあまあ高額のね、まあ、プレゼントになりますんで、まあ、はい、プレゼント企画のね、発表は、まあ最後にさせていただきましてね。はい。はい。我々の番組でプレゼント企画といえば何ですか。シザー。え？ですよね。はい。ね、はい、ガチシザー、ね、ガチシザー、はい、過去に日産 TV のシザーバンバンプレゼントしてメルカリにまで流れてたっていう噂やから、ね、あ、そうなんですか、はい、転売しようとしてね、めっちゃ悪いやつですね。いや、それはそれでいいんじゃないですか。いいんですか。それはそれでももらったもんやから、あ、うん、そんな、俺ハサミ持っとうし金に変えたいみたいなね。悪い。そう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 、まあ、それはそれでいいかなと思いますけどね、はい、はい、ってことでね、ちょっとハサミをね、はい、紹介していきたいなと思いますので、はい、はい、まあ、今回ね、コルダさんがですね、日産 TV オンラインショップのために作っていただいたっていう、はい、まあ、ニューシザーなんですけど、はい、まあ、ちょっとこちらになるんですけれども、はい、まあ、どうですかこれ。おー、かっこいいですね。かっこいいよね、これね、このね、青のコーティングをね、はい、ちょっと俺使いたいなと思って、はい、こうちょっと特注なんですけど、あ、そうなんですね、うん、頼んだんですよ。うーん、これね、セニングにまずコーティングしてるんだけど、はい、で、まあ、これコーティングだけね多分 2,3 万するんだよね。うーん、セニングってね、はい、コーティングしてる方がちょっと有利なんですよ、はい、そうなんですか。なんでか分かる？分からないです。ちょっと分からない、はい、セニングに関して言うたら、これまあチタンコーティングなんだけどね、はい、コーティングすることによってやっぱ引っかかりが減る。うーん、だからこう抜けが良くなる。なるほど。切れ味がやわらかくなるっていうか、はい、うん、って感じなんで、はい、まあ、セニングにちょっとコーティングをね、まあ、今回入れたっていうことなんですけど、はい、で素材はね、はい、全部この3丁ね、うん、はい、全部ね SG7 っていう素材なんですよ。 SG7 っていうね、あの鋼のタイプなんですけどね、はい、まあ、シンボちゃんなかなかわからないと思うけどね、はい、うん、コルタにはね5種類素材があって、はい、V10-7 かな、で SG2、うん、SG5、SG7-7 で SG8、 強そうですね強そうで、 SG8 からだんだんこう、だんだんこう安くなっていくっていうふうな、まあ、感じの素材、まあ、上から2番目の素材 SG7 で作ってるんですけど、はい、の、まあ、カットバサミの、まあ、6インチモデルですね、これね、はい、で今回ねちょっとね、剣型っていってね、ここにちょっとこう筋があるでしょ、はい、うん、こう分かる筋が、こうすることでちょっと刃が重たくなるんで、はい、重たくなるということはここのパワーが出るというか、分かります。だから SG7 にしてはこうバスンとこう切れ味が鋭くなるっていう風な、うん、感じの、まあ、これ6インチシザーですね、はい、はい、でこちらの方はですね、はい、お値段がですね、はい、今回18万円おまあ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 ですね、がですよ、はい、が、まあ、日産 TV オンライン価格、はい、がちょっと特別価格でね、はい、あの
販売することになりましたので、はいはい、で日産 TV オンライン科学の方はですね、はい、ちょっと動画概要欄の方の、うん、日産 TV オンラインショップに行って、はい、ちょっと確認していただきたいなと。なるほど、はい、まあまあこれね買いやすい値段でちょっと設定してますんで、はい、ちょっとよかったら見ていただきたいなと思いますね、はいはい、次はですね、はい、これねちょっとノーマルなセニングですね。20名で 20% 抜けるという、はい、ノーマルなセニングね、はい、でこれちょっとねリングのこのゴムが入ってますけど、はい、まあ、これも取り外しもちろんできますんで、うん、はい、こんな感じでね、はい、ちょっと指がしもちゃんみたいに、指が細くて綺麗な人はこういう風なリングを入れて、はい、まあ、使いやすくしてくださいっていう感じですね。はい、はい、でこれ、両方にね消臭楽器ついてるんで、はい、なのでセーバー仕様、逆バー仕様、はい、ね、うん、右利き左利き、はい、ね、まあ、どんな方でも使えるようなセニングになってますんで、はい、これ20目の 20%はい、のセニングで、ブルーブラックチタンコーティング付きっていう、かっこいいです、ね、かっこいいよね、はい、でこちらのお値段がですね、まあ、定価でね、はい、定価で20万円、うん、ああ税込み22万円よ、うん、まあまあ、はい、シンボの給料の12日ぐらいかそうですね、そうやね、はい、うん、になってますんで、まあ、こちらも、はい、ちょっと特別価格でね、はい、まあ、今回オンラインショップの方にね載せてますので、はい、ご興味ある方はちょっと見ていただきたいなと、はい、思いますね、はい、で、最後ですね、はい、こちらですね、これ12目タイプ、はい、でこちらは 25% カット率っていう風な感じになってるんですけど、はいはい、12目タイプの方がねやっぱね抜けがいいんだよね、はい、この20名と12名どう違うか分かる？粗さですか？粗さというか粗さが違うんで、ちなみにこれカット率もね ある程度こう選択できますんで、これ 20% やけど、はい、10% にもできますんで、あ、そうなんですね、うん、それはオンラインショップの方に載せてますので、はい、もっといや俺はもっとカットするんだっていう人は 30% ぐらいまで多分いきますんでね、カット率は、うん、はい、それはオンラインショップの方に載せてるんで、まあ、見ていただければいいかなと思うんですけど、はい、例えばこちらのね、12名と20名、はい、もし同じ 20% のカット率だったら、はい、質感の違いどういう感じか分かります？同じ 20% だったら、うん、だったら、うん、粗い方がツヤ出る、うん、さすがっすね、あってもほんまですか？あっても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 あ粗い方がこう、なんていうかな、細かい方が、うん、ナチュラルなんだよね、はい、だからピッチがちっちゃいっていうか、はい、でこちらの方が粗い方がピッチがでかいんで、はい、まあ、抜くところと抜かないところがこうメリハリがつくっていうか、はい、まあ、その分こうツヤが出やすい、はい、こっちは自然にふわっとすかれるみたいな、はい、こっちはちょっとこう抜ける感じですかれるみたいな、うん、はい、まあ、そんな感じですね、はい、で12目とかの目が少ない方が例えばこうセニングでスライドしたりとか、はい、まあ、お客さんの引っかかりも少ないし、うん、っていうので、まあ、結構人気らしいんですよね、12目タイプの方が。あ、そうなんですね、うん、まあ、俺は正直ちょっと20目の方が、まあ、まあ昔はこんなんなかったからね、はい、俺がやりだした頃は、はい、うん、もう戦後やったからね戦後間もない頃やったからね、俺がやりだした頃は、はい、もうこんないいセニングなかったから、はい、やっぱり昔からもこれで育ってきたから、はい、なかなかちょっとこっちがしっくりこない部分があって、うん、もう俺はこっち使ってるんですけど、まあ、でも結構世間的にはこう12名の方が人気、はい、でやっぱりこっちの方がね、まあ、ハサミを作る技術っていうか、はい、そういうのも高いんで、うん、値段も高いんですよ。へえ、なんとこちらの値段ね、これチタンコーティング入れてるんですよ、はい、定価、はい、30万円お税込み33万円やからね。でしょ、はい、まあまあですよね。まあまあですよね、まあ、でこちらの方も、まあ、日産 TV オンライン特別価格で今回出してますんでね、はい、まあ、ぜひ一度ちょっとチェックしていただきたいなと、いうふうに思ってますね、はいはい、で、まあ、切れ味の方とかはね、はい、まあ、皆さん、まあ、何度も見ていただいてるんで、多分ご存知だと思うんですけど、はい、ちょっと切ってみる。あ、いいですか？あ、いいですよ、ちょっとこう試して切ってみる。はい、あんまりこういうね、はい、日産 TV 資産のね、はい、切れ味知らないじゃん。
知らないです。だからちょっと新聞さんにね、今日は試し切りしてもらおうかなと思って、はい、おー、はい、はい、ちょっと切って、はい、この切れ味をね、はい、忖度なしにね、はい、分かりやすくちょっとね、はい、視聴者の皆さんにね、お伝えしていただければと思いますね。はい、大丈夫ですか？大丈夫です、多分、はい、じゃあまず新聞さん、それ今持ってんのは、これは20 20目タイプのね、はい、ちょっとセニング結構ね、やっぱりブルーブラックやからね、はい、カメラ写りが悪いそう、めっちゃカメラ写り、あんまり色は伝わりにくかった、ね、でもあれよね、いやほんまね、これ実物激かっこいいよね。そうですね、ちょっとね、カメラ写りが悪すぎて相当黒く見える気がするんですけど、はい、実物はほんとかっこいいよね、色で、はい、うん、じゃあちょっとその20目タイプをね、はい、チタンコーディング切ってもらいましょうか。はい、はい、ご自分の今使ってるしセーニングと、はい、おおおおシンボね、あのね、リアクション低いんでね、皆さん、ね、そのリアクション低いシンボがおお言いましたからね、めちゃくちゃ低い私が、うん、おおちょっとな、でも気持ちいいです気持ちいいですか気持ちいいですか気持ちいいです か, か、分かった、分かった、分かった、おーって感じ、はあ、なるほど、おーって感じです。めちゃめちゃいいでしょ。めっちゃいいです。引っかかる感じしないでしょ。もう全く、うん、つるんって感じです。つるんって感じやね、はい、はい、おー、おー、ちょっと違い感じました。感じました。感じましたか。はい、はい、じゃあ続いてはね、このこちらの粗い方の12目のね、はい、セニングですね、はい、はい、ちょっとセニングでスライドとかできるかな。あ、まずは普通にしてみようか。はい、うん、あー、なんかやっぱさっきと、うん、さっきとどう違う、どう違う、うん、どう違う、なんか体感ではめっちゃ違うんですけど、口で言われへんの、言えよなんて言ったやん、何やろ、何、どう違う、体感では全然違うよ。体感は違います。違うよ、はい、どう違うなんて言ったらいいんですかね、うん、とりあえず軽いです、うん、めっちゃ軽い、まあ、なるほどな、まあ、はい、確かにそうよ、はい、うん、なんかちょっと空振りした感じがない。そうですね、なこの目が荒いから、うんうん、ちょっとじゃあスライド的にちょっと振ってサクサクサクっと、セニングで振って切るとだいたい引っ張るんですけど、ああ、確かにそうですよね、うん、なんかブチって、そうそうそう、なんかジョリっていく感じあるでしょ。ジョリとかあるけど、うんうん、あ、全然ないです。全くないやろ、はい、バリ振りやすくない、めっちゃ振りやすいです。そうなんですよ。で、まあこれが12秒の特徴で、まあコーティング入ってるからなおのことなんだけどね、はい、うん、おお、欲しいですか。欲しいです。買ってください日産ディーバーもらえちゃうって買いました私が買ってるかもしれない。そうそうやね、はい、じゃあちょっと最後はね、はい、普通の、まあ、SG7 なんですけど、はい、ちょっと形状でかなり切れ味をアップさせた、まあ、これ6インチモデルですけどね、はいはい、ちょっとカットバサミで切ってもらいましょうか。はい、適当に、はい、まあこれドライやからね、はい、あ、ちょっとまたウェットとは、おーおーしか言ってない。いや、違う、これあれ、もうこれ、ね、カメラで見てても分かるんだよ。あ、そうなんですか、ね、そう、大体こう、もう俺らぐらいのこうハサミ商家のプロになるとね、はい、おー、いいね、チョップの落ち方が柔らかいね。そうですね、毛束の落ち方がなんか毛が弾かれへんというか、はい、普通なんかパチンと切ったら毛が飛んでいくやん、はい、もうなんか真下にもなんかさらりんと言ってますね、うん、毛も多分これこいつら切られたか分かってへん毛も喜んでますね。そうそうそうもうでもなんか知らんうちに切られとるこいつら、はい、気づいたら、うん、実際どうですか。あ、全然なんかもうサクサクドライでも全然逃げへん感じが、はい、全然逃げないです。サクサクすぎて、はあ、いいな、いいですね、これなかなかいいんだよ、これちょっと見た目にもね分かるんだよ、なんかもう何回もやってくると、ああ、本当、うん、どんな切れ味かって、はい、
はあ、チョップの落ち方がエグいな。いや、エグいですね。ちょっとエグいな。はい、ちょっとエグいです。これいいかもしれないですね。はい、これはカットも早くなりそうですね。カット絶対早くなるよね。はい、うん、無駄なラインもすぐ整うって感じだもんね、うん、そうですね、うん、はい、ということでね、はい、はい、どうでした？もうめっちゃサクサクめっちゃ気持ちよかったです。マジサクサクでしょ。めっちゃサクサクです。マジでサクサクです、はい、全てがね、はい、うん、で、うん、プレゼント企画は結局どのハサミで、はい、プレゼント企画はね、はい、まあ、今回奮発しましたね、はい、ちょっと一番高いハサミを。お、33万。そう、33万ですよ。俺半年ぐらい感じちゃうからね。こちらの、はい、ブルーブラックコーティングのね、12目セニング、まあ、こちら、はい、今切ったやつはこのままプレゼントさせていただきますけども、はい、はい、まあ、25% カットっていうことで、はい、まあ、これも正刃逆刃右を左を、はい、まあ、兼用ですのでね、はいはい、誰でも使えるっていうふうな感じになりますので、はい、はい、そうですね、この動画の配信から1週間以内にですね、はい、まあまあチャンネル登録とかね、あのしてくれてる人の中から、はい、まあコメントを書いていただきまして、この1週間の中でコメント書いていただいた人の中から、はい、抽選で1名の方に、はいはい、こちらのハサミを、はい、プレゼントさせていただきますのでですね、はいはい、まあ、あの書いてもらうコメントはですね、まあ、どんな動画でもいいんで、過去の動画でもいいんでね、はい、まあ、この際にね、まあ、400本ぐらい動画ありますから、はい、まあ、全部見ていただいて、はいはい、あの1週間も終わっちゃう終わっちゃうか400本もさすがに、はいはい、ちょっとコメントをね、はい、あの書いていただければと、はい、思いますのでね、はいはい、ちょっと日産 TV 史上最高額の、プレゼント企画になりますので、はい、どしどしご応募ね、お待ちしております、はいはい、では皆さんコメントお待ちしております。